ベイドリーム清水は、静岡県静岡市清水区駒越北町にある、郊外型ショッピングセンターである。2011年4月23日、24日、25日に、地域住民へのプレオープン、4月26日に、グランドオープン。かつて、静岡市内では大規模小売店舗の誘致に関しては、かなり消極的で市内の購入者層に合わせた規模の、 商業施設で間に合っていた。しかし、近年のイオンによる郊外に大規模店舗を設置し、集客を狙うスタイルが流行し、年々そのニーズに相うかのごとく、イオン以外の小売店も出店を拡大しつつある。そのような状況の中、市街地から離れた同市清水区南部の駒越地区の広大な土地を所有していた鈴代と、郊外型大規模小売店の出店に積極的、なお、 土地管理者は鈴代だが企画運営出店展開は延長が全てを担っているため鈴代は土地の譲渡と鈴代建設による建築施工のみにとどまっている1975年当時の同店舗の敷地状態かつては貯木場だった2009年7月当時の同エリアの状態海外向けに輸出する廃車の一時保管場所として 鈴岡利用していた。出店する、同敷地内は、戦後数年までは湿地を含んだ沼地であり、人も住まない荒地であった。1960年代後半に入り、この地域に、野田後半が工場を構え、住宅建材用の丸太木材の管理のため、同敷地を貯水化して、貯木場を設けた。バブル期に入った1980年代後半、この広大な土地を埋め立て、 自社が製造した合板で住宅を建築し、住宅団地を作る計画が出て、実際に埋め立てるもバブル経済は崩壊し、計画は断念。同敷地は木材の資材置き場となり、運営を続けた。しかし、平成不況と格安な輸入木材、木造建築の激減から需要がなくなり、この資材置き場も、無用の長物となった。2008年に、鈴葉に土地を売り、 資材置き場の役目を終えた。鈴代は、清水エスパルスのホーム線開催時の臨時駐車場や、自動車リサイクルの事業の一環で海外に送る、廃車の一時保管場所として、同式地を利用した。そんな折、静岡県の有力企業で、同県内で大規模商業施設の中核となり出展、展開を続けている延長が、清水区南部のこの土地に目をつけ、鈴代と、 延長との合同の出店計画が上がり今日に至る。公式サイト、ショップリストを参照。店舗の北東方面は国道150号に沿っており、国道を挟んですぐ降り土湾に面している。北西側と南東側では2つの川に挟まれている。国道150号の清水駅方面から車で来た場合、駐車場に入るための右折レーンが、三原芝市交差点から、 南方面に設置され、その区間は国道が拡幅されている。ありがとうございます。